世界のジャパンチャンネルへようこそ。海を挟んだ近隣にロシア、中国、北朝鮮と脅威が迫る日本。つい最近も北朝鮮からミサイルが撃ち込まれました。このような脅威から日本はどのように身を守ろうとしているのでしょうか。今回は日本の防衛手段レールガンに関する話題をご紹介します。電磁兵器レールガン、これがどのような兵器なのか皆さんご存知でしょうか。一般にガンというと拳銃や小銃、機関銃、大きなものであれば戦艦の主砲などを指します。これらの共通点はいずれも装薬と呼ばれる一種の火薬を燃焼させて、発生した燃焼ガスのエネルギーによって弾を撃ち出すことなのですが、レールガンは装薬の代わりに電磁力を使うのです。では火薬ではなく電磁力で弾を発射することでどういった違いが現れるのでしょうか。レールガンと従来の火砲との最大の違いは速度と射程で、比較すると圧倒的に高速長射程が可能になります。レールガンが撃ち出す弾体の速度はマッハ5以上と言われていて、攻撃可能範囲は 200km 以上にもなり、超高速で撃ち出される分弾の威力も桁違いに上昇。そして攻撃目標に命中すると大きな衝撃力が発生し、極めて甚大な被害を与えることが可能なのです。ぶつかるだけでものすごい威力を発揮するので、弾そのものに爆薬を仕込む必要もなく、一段一段のコストを大幅に抑えられます。つまりレールガンなら敵から反撃される可能性が少ない遠方から迅速かつ強力な攻撃を低コストで仕掛けられるのです。世界から注目を集めているレールガンは、軍事力が高い国であるアメリカやロシア、中国など軒並み開発を進めているのですが、なんと日本も開発をしています。その中でもアメリカは開発の先駆者で、実用化に向けて海軍による艦上実験を行っていました。実験での威力は凄まじく、アメリカ海軍が公開した動画ではレールガンによって打ち出された砲弾が3枚の強化コンクリートをいともたやすく貫通する衝撃の映像が。このように低コストかつ高威力のレールガンはどの国にとっても魅力的な兵器なのです。そんなレールガンに関してどの国が最初に実用化するのかと注目されていたのですが、なんとトップを走っていたアメリカが2021年に開発中止を発表。アメリカはレールガンを戦争の様相を決定的に変えるゲームチェンジャーと位置づけていました。そして10年以上も開発に邁進していたのに中止するに至った理由の一つには、在来の砲塔で発射可能な超高速発射弾でもレールガン同様の効果が得られると判明したためと言われています。ただ開発を中止したアメリカとは対照的に、日本は独自開発路線を選択し、日本単独でレールガンを開発することにしたのです。しかし日本の独自開発に難色を示している国があります。それはロシアと中国。ロシアは対艦用の極超音速兵器としてスクラムジェット極超音速巡航ミサイルツィルコンを開発中で、実戦配備が間近に迫っています。中国はまだ計画が明らかになっていないものの、極超音速滑空ミサイル DF-17 を対艦用に改造するとの噂が。これら兵器への有効な対空装備となり得る日本のレールガンが両国にとって目障りなのは間違いなさそうです。特に近年の中国とロシアは軍事協力の加速化、進化が世界中で注目されています。軍事ウェブサイト
グローバルファイヤーパワーが毎年発表する軍事力ランキングでは、アメリカが1位で2位はロシア、中国が3位で日本は5位。そのため中国とロシアの軍事同盟はアメリカにとって最悪のシナリオと言われているのですが、これは日本にとっても極めて大きな脅威です。むしろ日本にとって最悪のシナリオかもしれません。仮にこれら共産主義、独裁主義国と民主主義国の対立が本格化した場合、地理的に狙われやすいのはやはりアメリカより日本でしょう。日本は民主主義国の最前線として共産、独裁主義国と対峙していかねばならないかもしれないのです。そんな中国とロシアからの攻撃に対する有効な手段として、レールガンの開発は日本の国防において非常に重要なものだと言えます。日本のレールガン開発、この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。中国とロシアが嫌がるってことは、レールガンの開発は正しいってことだ。自衛のためだけなんてもったいない。ぜひその技術でアメリカや他の G7 も守ってほしいよ。日本が作ると言ったら作るに決まっている。日本にはそれだけの素晴らしい技術があるんだから。アメリカが後から共同開発を持ちかけてくるのが目に浮かぶようだね。レールガンが普通に開発される世界になったか。何年も前に研究中のニュースを見てワクワクしていたんだ。次は何だろう。日本のコンパクト化と効率化を追い求める姿勢をなめてはいけない。アメリカとは耐久時間も放熱量も段違いのレールガンが出てくるはずだ。日本は GDP の 1% を使うだけですごい技術を生み出すことに毎回感動する。アメリカとコラボしたらどうなるのかな。僕はレールガンの完成を本気で期待してる。日本は新幹線の創造主だ。だからレールガンだってきっと成功するはず。むしろ日本以外の国は極音速ミサイルに対してどうやって対抗しようと考えてるんだろうか。これは妄言だよ。言うだけなら誰にでもできる。日本の技術力だけは絶対に無視できないものだ。米国の計画を引き継ぐ形なんじゃないかな。俺はアメリカ軍が日本に対して間接的に技術提供をするんじゃないかと睨んでる。これが現実になったらすごいな。完全にゲームとかの世界だもん。アメリカ海軍はレールガンの開発を中止した一方で、日本は極超音速に対抗するためにその後を引き継ぐわけか。宇宙戦艦ヤマトのような世界を期待したいな。アメリカの代替兵器は何になるんだろう。パワーレーザーとかそのあたりかね。もしかして日本は本気でヤマトを復活させる気とか。しかもレールガンを搭載させて。だけど、どうしてレールガンが必要なの？一度完成すれば比較的安価に運用できるし、効果だって言うまでもなく抜群だ。あらゆる艦艇に搭載することも可能だし、むしろ開発に動かない手はない。アメリカは開発を中止したよね。アメリカが失敗した技術を日本は成功に導けるかな？実際に日本が開発に成功させたら、アメリカ軍も喉から手が出るほど欲しいと思う。
テクノロジーに関しては日本に任せておけば大丈夫さ。まあそれだけ現在の国際情勢に対して強い危機感を覚えてるってことだろうね。昔だったら絶対にありえないって考えてたけど、日本ならきっと成功させるって信じてるよ。以上が海外の人々の反応でした。日本の高い技術力に期待する声が多いようですね。ただそうは言っても、アメリカが開発を中止したようにレールガンの実用化は簡単ではありません。大きな課題としては試射に関して、低出力短射程のレールガンを試作しているうちは問題になりませんが、大出力長射程になってくると、それを実際に最大射程で撃ってテストできる場所があるのかということが問題になってきます。アメリカ海軍のように最大射程約400キロを目指すとした場合、東京から西に向けて撃った弾は名古屋より先に着弾しますが、日本にそんな広い射場はありません。太平洋上で試射する場合だと、事前に通告を出して航行禁止海域を設定しなければいけませんし、そこに某国の情報収集艦が入り込まないようにするという厄介な課題も。さらに大出力のレールガンを開発することの技術的困難を考えると、いきなり大型長射程のレールガンを目指すのではなく、もっと小型低出力のものから始める方が現実的とも言われています。もちろんこれらの技術的な制約に加えて予算という問題も。レールガン以外にもいろいろな研究開発計画が動いているので、レールガンだけで予算を独り占めできるわけではないのです。そこにさみだれ式に予算を投入して時間をかけすぎたり、完成した頃にはもっと使えそうな新技術が出現していたり、完成はしても搭載できそうなプラットフォームが見当たらなかったりではシャレになりません。またそのレールガンを実任務に際してどう使うかという運用コンセプト作りも重要です。ウェポンシステムの開発はいつもそうですが、まずどういう想定脅威に対してどう対処するかという運用コンセプトが起点となるべきもの。レールガンの開発の今後の動向が気になりますね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。